こんにちは、ぐるぐるです。今日は30周年を迎えた八戸のショッピングセンターラピアでご飯を食べたいと思います。八戸市中心街から紅葉の方向へ車で5分ほど、ラピアに到着しました。改めて Google マップを使って場所を紹介します。八戸市のショッピングセンターラピアの最寄り駅は JR 八戸線の小中野駅です。ラピアの駐車場には高速バスターミナルや南部バスの発着所があります。それではお店の前へ移動します。1階グルメストリート内にある中華料理のお店ドラゴンゲートさんへ本日はお邪魔します。以前は別の場所で営業しておりましたが、現在はバスの待合所やファンタジードームのすぐ近くで営業しております。メニューはこのような感じで色とりどりの中華料理がたくさん並んでおります。セットメニューはとってもお得で、お腹いっぱい食べたい場合はこちらのセットメニューをいただくことがおすすめします。様々なメニューから迷いましたが、なんとか注文する商品を選びお店へ入っていきます。麻婆豆腐には2種類あり、唐辛子系の辛さの広東風と山椒系の辛さ四川風の2種類があります。私は広東風の麻婆豆腐を注文しました。それでは料理が到着しました。こちらは相方が注文した上海風海鮮麺です。家族でシェアするための焼き餃子、その他広東風の麻婆豆腐を注文しました。この日はチャーハンが食べたい気分だったため、数種類あるチャーハンの中から選んだチャーハンはこちら、エビチャーハンです。プリプリのエビがいっぱい乗っています。それではいただきます。相方の上海風海鮮麺は塩ベースのスープにイカやホタテ、エビなど海鮮の旨味がギュッと詰まっております。続いては焼き餃子、熱々の餃子は一口でバクッといくとやけどりしそうになります。お気をつけください。広東風麻婆豆腐です。甘口に仕上がっておりますので、辛いものが苦手な方や子供連れでも食べることができます。この器で5、6杯取れますので、シェアして食べるのがおすすめです。私のメインディッシュ、エビチャーハンが到着しました。具材はとってもシンプルなんですが、このパラパラとした焼き具合が絶妙で食べる手が止まりません。プリッとしたエビを乗せて一口ガブッと食べていきます。これだけでもボリュームはかなりありますが、物足りない方向けに C セット330円課金することによってラーメンとライスを追加することができます。これを C セットを頼めばお腹はパンパンになること間違いないでしょう。家族でシェアしながらどんどんと食べ進めていきます。美味しい料理ごちそうさまでした。ラピア1階にある中国料理ドラゴンゲートさん、子供がいても安心して食べることができます。ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。